はい、そこからこれはまあハイパーテンションシリーズのうちの胸なんですけど、これはスターターが上がらないんですけど、なぜ上がらないかというと、片手ずつ横から持ってくるためにスターターがこうして片手ずつこうやってギューって持ってくる。ああ、なるほど。そうそう、結構行きやすいのね。で、こう、それで手まっすぐ伸ばして当てれる。ここ当たるで、ゼロ位置を探しましょう。このぐらいか。うん、ゼロ位置でしょ。ゼロ位置でいいから、ここで当てて止められたら背中当てましょう。ポン。そうそう、もっと手開いてるでしょ。開く限界まで開いてる。そう、限界まで届く。そう、うまいですね。そう、で、苦しくなってきてあんまり開かない。はい、そう、そう、はい、登って、そう、背中当たるときにそう、引きますから。そう、はい、もう手開かなくていいから前で止めてみて、前で止めてみて、そこちょっと休んで。はぁ、はぁ、開かなくて背中当てるだけです、今度、ポンポン、はい、ドン。で、僕は押すだけ。僕は押すだけ。先生先生待って、そう、開かなくていいの。当てればいいの、背中バーンって当てるの。そう。先生先生、何回やって、先生はい、オッケー。あの、スポッチャーのロデオボーイみたいな感じ。ちゃんとヘルメットかぶなきゃダメ。すげえすげえ。立ってます。すげえすげえ。今度自分で。トロ、トロがいいの、トロが。あの、次自分で来なさい。これですよね。そうそう、あとはもう自分の経験で、そうそうそう、自分の経験で聞かせて。そうそうそう、よいしょ、いいっすね。限界来ましたね。相手に言いますよ。先生先生中トロが。中トロパンプ。あ、中トロですよね、いただいたの。大トロじゃないですか。大トロか、大トロか。いや、美味しかった。美味しかった。写真出てるかな。はい、写真今ここ全部、全部ここに入ってます。最後一番、ちょっとあの気持ちよく苦しいやつ。気持ちよく苦しいやつ。はい、胸の締めで。気持ちよく苦しいやつ。それは多分苦しいんじゃないですか。いやいやいや。心臓が来るのか、あれかな。あ、そう、いい感じですね。当たる感じ。OK、はい、ポンポン下ろして、普通にやったり、まあ、とりあえず最初上で抜けますから。あ、気持ちいいですね。うん、そうそうそう、うまいもん。もうあのロスがないので、手に乗ってないので、これやばいですよ。めちゃくちゃやばいです。そう、はい、下でいいと思いましょう。うん、そう、うん、頑張って。そう、頑張ってますよ。はい、頑張って。はい、頑張って。先生、頑張ってます。はい、オッケー。はい、上で、ちょっと上で、上の。はい、息3回吐いて。はぁ、はぁ、はぁ、ゴン、はい、うん、はい、よっ、上で、ポン、ポン。終わりじゃない。先生先生、今終わってた。終わってた。先生、はい、先生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 痛い痛い先生、マシンがぶつかる、頭に顔がでかいから先生今、先生押してたでしょ。腕が楽です。やばいでしょ。うん、これやばいでしょ。うん、腕には来ないですね、全然。これ本当やばいでしょ。うん、プレート増えてる。そうそうそう、はい、いきます。はい、そう、そう、下でちょっと行ってみましょう。そう、ん、さあ、あ、そう、そう、はい、下で行ってみましょう。はい、お腹も使って、ポン。そう、お腹も使って、そう、そう、カウントスリーをもらわないように。そう、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 頑張って。そう、そう、はい、ポン。ポン、はい、下で行きます。先生、下で行きます。先生、もうスリー立ってるって感じ。オッケー。オッケー、オッケー。ホール負けした。はい。はい、胸締め完了です。へぇ、気持ちいい。パン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 っすか。うん、めっちゃ効くでしょ。うん、はい、パンパンです。はい、だったら全然怪我もしないわ。あ、そうそうそう、うん、そうそう、思い切って速度上げられば。確かに確かに。はい、速度上げた方が負荷大きいからね。うん、限界の重量でやるよ。確かに。で、これで
この場合は、ここやるとサイズレーズです、こうやるとリアレーズ、ここ当てるとフロントなんです。縦の感じ。そうそうそう、はい、これでこうしてもう自分なんで上にやる。これだけが肩前狙いですよね。はい、はい、どうやったんだろう。こうこのままあの手を横に開く感じ。こう手首に当たったまま。あ、難しいな。いや、大丈夫、初めてだから。いやいや、もうあのダンベルをここで振り上げる感じ、で、ここで、はい、ここでやっちゃう。そうそう、で、うん、こうそう、ちょっと重いな。そうそう、あ、効く、めっちゃ効きます。いくら後ろ行ってもいかないから大丈夫ですよ。遠慮なく。何回やるんすか。いや、限界もある。そう、はい、OK。 あー、効く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 。だんだん反動使えるようになってきました。はい、反動つけて上に上がれば上がるほど、はい、あの、しっぺ返し。あ、なるほど、これが返ってくると。ボーナーも、はい、この高さでさすがにやる人はうちはいないです。まあね、はい、そうですよね、この高さで、うん、滋賀県の人みんなね、あの、このぐらい。いや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 、それディスリーだ。怒られる。今度ね、足揃えてこう膝伸ばして、意識的に膝伸ばして、それでやってみて、腰を動かしていく、はい、お、ちょっと重いぞ、待って待ってね、の、はい、ポン、そう、腰動かしていく、そう、そう、そうすると体が動きやすいです、そうそう、そう、そう、はい、はい、おっしゃー、はい、はい、そこからお辞儀して、お辞儀して、お辞儀して、足伸ばして、お辞儀して、はい、それで体を起こしてやりましょう、せーの、ポン、そう、お辞儀して、ポン、ハンド使える、ポン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 、そう、ポン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 、重量使うときはそうやって腰を動かしましょう。はい。でも本当関根さんの上手っすね。ああ、受け方が上手いですよね。あの、ずっと重いもの持ってるとやっぱそうなると。フリーウェイト持ってるからバランスがいいです、はい、本当ですか、うん、フリーウェイトと同じように考えるよ。で、ここでこうしちゃうと人間の関節ってあの延長線っていってまっすぐ動く線を崩しちゃうので、うん、ウェイトリフトもそうでしょ、うん、こ う, あ、そうですね、こう振る力を上に切り替えて、うん、つまりこれもそうなんだけどこう振る力を上に切り替えて、あ、なる、そうすると膝が曲がるとこの軸がずれちゃうんで上がらない、こうする、あ、股関節でこううまくこう、そう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 、うん、アプレートレーではそうでしょ、はいはい、そうそう、こうじゃないでしょ、そうですね、こう振って、確かに確かに、こう振ってんだけど、そうですね、そうですね、見た目はこうなんだけど、うん、実は中身はこうなんですよ、確かに確かに、中身はこうなんですよ、はい、確かにそこまでね、そうそう、今も同じですよ、だから膝で一つ関節作ると逆に上がらないですね、うん、うん、頑張って腰引いて、そう、膝伸ばしてポンと体を、そうそうそう、うまいです、うまいです、うまいですよ、できるできる、うまいです、うまい、めっちゃうまい、うまい、はい、元にしていいよ、シーそうそう、待って、シーシーそう、ポン、もっと投げて、ポン、ポン、ポン、そう、ポン、口だけ出てくださいね、ポン、口ポン、ポン、上がってないですよ、そうそうそう、落とす、そう、上で、そう、上で持って手離すぐらい、もっと下で、もっと下で、もっと下で、ダン、ダンと受けよう、もう一つ下で、もう一つ下で、そう、そしたら上げるときにお尻動かしましょう。お尻元上げましょう、そう、ポン、そう、お尻上げて、そう、そう、いいですね、お尻上げて、そう、そう、お尻が落ちる負荷も肩に入れます、はい、OK、 でもこれもダンベルでしたんですよ、うん、降りるとき肩、あの肘幅、うん、上がるとき肩、うんうんうん、ダンベルと全く同じ、確かに、だから片方が、これ一応20キロ、20キロなんだけど、うん、落ちてるからどのくらいでかいか分かるでしょ、うん、もう20じゃない、もう倍ぐらい、そう、うん、倍は確実になります、うん、その時まだ大きくしたいんですか、うん、もう僕はもう山になりたい、山になりたい、すごいな、ここででかくなりたいってまだ思うんだ、うん、もうやっぱ嫌ですよ、もっと大きくなりたいですね、
年重ねてもマッチョでいたいんで、だからやっぱこう怪我をしないトレーニングってのは大事ですよね。オッケー、手伸ばして、はい、ここでいいです。これ水平に入れましょう。あ、そうそう、こんな感じ、これでいいですか。で、まっすぐね、ちょっとストンと落として止めましょう。ストンと落として、ここまで上げて、ポンと、はい、ポンと落とすだけでいいです、はい、あ、そこ、はい、そこを深くして、もうちょっと深くして、肘痛くない程度にしましょう、はい、ポン、はい、はい、もっとポン、ドン、当てましょう、はい、ポン、当てるだけで、ドンと、はい、ポン、ポン、はい、お尻前に飛びましょう、ジャンプ、そう、前に、そうすると後ろに、そう、当てるだけ、はい、当てる、先生、なん、当てる、ポン、ス、ポン、ス、この後ろに当たる、ポン、ちょっと出しましょうか、前に置いて、そうすると、関節に負担がかからない、うん、ちゃんと張るわ、うん、うん、はい、落ちてくるのをちゃんとまっすぐ受けてると、関節がちょっとちょうどいいんですよ、自然にまっすぐ自分の体を受けられる、うんうん、意識って必要ないと分かるじゃないですか、うんうん、確かに確かに、ここだったらそうですね、あんまりこうネチネチ考えなくていいですね、そうそうそう、うん、ケーブルも結構まっすぐ押せない人がいるので、うーん、いかにその自転車の空気で、うんうんうん、こうやつ大事じゃないですか、はいはい、それができるとできない全然違います、うーん、はい、ケーブルやってみます。やってみます。顔はここまで横に振ってみて。こう。そうそう。で、この手の甲が肩の。こう。そうそう。で、ここまで曲げなくていいから。もう一回。そう。ここで止めておきます。はい、背伸びして。はい、膝曲げて。はい、そうそう。自然に手が落ちますから。こういうこと。そう。で、引くときにそうそう。肘が痛くない程度に締めておきます。自分がいいと。そうそう。はい、手も肘もっと後ろに引いて。そう。もっと後ろに引いて。そう。肘を後ろに引くことがいいですね。そう。そうそう。オッケー。はい。体重というと軽いから、気持ちよく振って、やりましょう。オッケー。そうそうそう。こうして。まっすぐ。自転車の空気でしょ、はい。はい。戻ってくるのは体で行きましょう、しっかり。そうそう。そんな感じ。そう。肩の真下で。あ、効いてきた、効いてきた。そうそう、頑張って。膝柔らかく、もっと柔らかく。そう、膝柔らかく。そう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 。頑張ってね。そうそう。頑張って。はい、自分で肘引いて。そう。そう、肘後ろに引いて。そう。そうそう。頑張れ頑張れ頑張れ。ファイブ。ファイブ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、オッケー。張ってきました。わかるじゃん。三頭が。そうそう、めっちゃわかるじゃん。はい、すごいすごい。あ、もうすごいですよ。やばいね。やばいね。あとだから三頭筋のこの今上の部分は効いたんですけど、ね、この下のほら、うん、ここの切れた部分をこのマシンで。はい、手首の向きは関係ないという。こう、そうそうそう、そうです。いけるかな。え、いけますよ、大丈夫です。本当ですか。そうです、いきますよ。もうちょっと手伸ばして、まあ、そこでもう足動かすだけなんですよ、はい、背伸びして曲げるだけ、そう、手を止めてるだけなんですよ。おお、止めてるだけなんですよ。そう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 、止めてるだけなんですよ。そう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 、でも戻るときやばいでしょ。はい、そうそうそう。待って、おんねおんね、待って、せっ、はっ、はっ、はっ、せっ、せっ、いけてるいけてる、せっ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 、OK。上手ですよね。何度褒めて挽回しようとしてるんですか。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。気持ちよかったです。気持ちよかったです、ね。日帰りっていうのが信じれない。いや、そうそう。この後すぐ帰りましたね。この後もすぐ帰る。そう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 。井上さんがデートだって言うから。ジム行かなきゃいけないから。あ、申し訳ない。申し訳ない。滋賀に来る以外では、どこでできるんですか、トレーニングは。直営は、うん、愛知の西尾にもありますけど、うん、
あのリアル筋力ジムって検索してもらうと、うん、全国いろんなところにありますので。なるほど、じゃあリアル筋力ジムで検索すると、はい、全国一覧が。そうです。なるほどなるほどなるほど、はい、まあ琵琶湖に来るんだったらね、はい、どうするだったら来てほしいですね。いや、そうですよね、ビジターみたいな感じで利用できる。もちろんもちろん、空気も綺麗なんで。いや、ほんとね、ね、はい、それが一番いいわ、はい、最高、はい、今日はね、胸とかやったんで、またね、機会あったら背中とか、ね、あ、そうですね、足とかね、はい、いいですね、いいですね、また違ってくると思うんで、はい、もっともっと苦しめますよね。じゃあ次は泊まりですね。そうですね。人の経験を、本当ありがとうございました。こちらこそ本当に、はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。先生、またよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。